昔ね、あの、講師という人が、こういう言葉を残したんですよ。どんな言葉か、あの、知ってる人いますでしょうかこういう言葉なんですよ。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。しぶこちゃんと同じ組になったのは、<laughs> はい。国内ツアーですね。第21戦になります。北海道明治カップの初日の組み合わせを行ってみたいと思います。それと AI の優勝要素をね、いつも通りやっていきたいと思いますけどもね。札幌国際カントリークラブっていうところでやるんですけどもね。やっぱり金曜日は、初日行けないなと。仕事があるのでね。でもちょっと頑張って、土日行けたらなと。調整中でございます。行けたら、多分ね、 私の顔知らない人でも、なんか、あの、メモしてる人がいたら私だと思ってください <laughs>。あの、プレイを見てね、メモを取る人、私しかいないと思います <laughs>。多分ね、もし言ったらね、あの、あんたりょうさんじゃないのとか言ってね、あの、ちょっかい出していただいても構いませんのでね。はい。去年はさ、さくちゃんが初日、まあ、コースレコードは9アンダーとね、 あの、なっていますけど、それに迫る8アンダー出してね。もうこりゃ突っ走って優勝だとね、ちょっと思ってたんですけどもね、あの、2日目に伸ばせなくてね。で、最終日良かったんだけども、ちょっと差をつけられてしまったというね。でもコースレコードね、2011年からね、出てないんですよ。2011年に小上美穂選手,選手ではないか、今は。小上美穂さんが、 出して以来出てないんですよ。もう13年、12年以上で出てないんですよ。今年で13年目になるか。で、やっぱり北海道とはいえね、まあ以前よりなんかちょっと気温が高くて暑いと、この時期ね。なので、暑いし、ちょっとスムーズに回らせようっていうことで、セッティングもしかしたらまた優しくしてんじゃねえかなというのは、ちょっと と、あの、頭の中でね、こないだ、あの、考えて思ったことなんですけど、どうなるかっていうのはね、ちょっと初日見ていきたいなと思いますね。で、早速、組み合わせいってみたいと思います。一番ホールからスタートの第一組からね。しょっぱなスタート。安田優香ちゃん、小滝、金沢しなちゃんと、もう、しょっぱなからいい、あのー、メンバーが出ますね。応援してる方はちょっと朝早くなっちゃいますね。はい。やっぱり言ったでしょ プレイオブザマンス。安田優香ちゃんだね。安田優香ちゃんで決まりだね。と言った通りになりましたね。もう2ヶ月連続の受賞でしたね。あのホールインワンすごかったもんね。はい。まあ、それもいいんですけども、やっぱり金沢しなちゃんを応援してる方は、あのバーディーポーズをね、ちょっと真似して、ナイスバーディーってあれやったら金沢しなちゃん、いつかやってくれんじゃねえかなと。 私はちょっと思ってるんですけどね、もし私が行けるようでしたらね、金沢しなちゃんを見る時間があればね、バーディー取った時にや、もう目の前でこうやってやろうかなと思って。<laughs> ね、ちょっとクスッと笑うのか、もう迷惑そうな顔されるのかわかんないですけどね。はい。 ま、実際ね、選手を目の前にすると、あんまりこう、リアクションを私はしないと思うんですけどね。あんまりこう、ガツガツいかないタイプなんでね。あの、サインとかもね、遠慮しちゃうタイプなもんですからね。そういう性格なもんですから。こういうふうに喋ってはいるんですけどね。本人目の前にすると、やっぱり喋れないだろうな <laughs> と思っちゃってね。ま、おとなしくメモを取りながら、YouTube のためにこう、準備するっていう時間になってしまうかもしれません。はい。で、 桜井心ココナちゃんがね、まだ何とも言えない、こう、ちょっと復活しそうでしない感じがね。まあ、それでもメルセデスランク、まあ、この位置ですから、31位ですからね。心ココナちゃんにしては、ちょっと、あのー、去年の勢いはないっていう感じですけどもね。まあでも、一昨年ね、ステップアップツアーで優勝1回して、で、この大会出場したんですよ。 最終日、最終組まで行ったんですよね。でも、あの、最終日の2番で、痛恨のダブルボギー打って、で、そこからね、まあ、ちょっと、あの、緊張から解き放たれたって言ってましたね。あ,あもうこの子優勝ないなって周りからそう思われてるだろうなと、注目されてないだろうな、もう、っていうことで、もうちょっとこう、緊張こうがほぐれたというかね、そっから6つバーディー重ねて、 最後の18番ですよ。2メートルのバーディーチャンスにつけて、これ入れたらプレイオフと。E ミニオンが先に上がってましたからね。これ入れたらプレイオフと。で、プレイオフ勝てば、プロ最年少記録受立っていうところまで行ってたんですよ。 いやー、とんでもない18歳出てきたなと、私この時ね、一昨年思いましたけど、これ外して、ちょっと引っ掛けたよね、あれね。これ引っ掛けて、外してね、しゃがみ込みましたよ。あの時がね、もう忘れられない、あの、桜井心コ奈コちゃんといえばね。はい。まあ、それでもね、レギュラーツアーにボンと出てきて、その優勝争いするっていうのは素晴らしい選手だなと。まその後でしょステップアップツアー。2週連続優勝2回もやって5勝したんだからね。 まあこの時からですよね。もう去年4勝したっていうようなもう変輪を見せていましたよ。すごい選手が来たぞと。まあその前にね、川崎春香ちゃんとかがね、優勝したりしてましたけど、いやーこの子も負けてねえだろうなっていうのはもう見せてくれましたよね、おととしね。それもあったから北海道のニトリさんが、あのニトリさんが、 もう注目してたんでしょう。この子は絶対にって言ってね、もうスポンサー、あの、スポンサーじゃなくて、所属先になりましたよね。はい。まあ、あの、しぶこちゃんと争った佐藤美ゆちゃんもそうですけどね。あの、アマチュアの時、ね、優勝争いしたこの佐藤美ゆちゃんも、あの、プロになってから成績を出し続けていたんですけども、優勝までずっと届かなかったのでね。はい。それと、神谷そらちゃんが、 ああ本人も言ってますけど、優勝争いしたいですと言っていたようにね。やっぱりこう今年、順位的にはね、メルセデスランクは28位ですけどね。右側に書いてるのはちょっと言い忘れましたけど、暫定リランキングです。1回目のリランキングの順位じゃなくて、暫定リランキングですね。まあ S っていうのはシード選手だから、あまりここは関係ないと。 で、順位が、数字が書いてあるのは、あの、リランキングの順位です。なので、まあ、30位以内は、あの、入りたいよねっていう。あと、残り8試合ですから、ね、この、これ入れてね。はい。宮城テレビ杯が終わってから2、2回目のリランキングが行われますので、まあ、その後の試合に出たい。 っていうことになると、やっぱり30位以内とか、40位とかでも出れるんだけど、出れる試合あるんだけども、なるべく多く出たいっていうことになると、もうできるだけ順位を上げておきたいっていうのはあるんですけどね。だから、鶴岡カレンちゃんの6位っていうのはもう決まりです。もう大丈夫です。その代わりも、あの、優勝でしょうね。鶴岡カレンちゃんとかになってくるとね。あの、こ,こ、こ、 コ音ネちゃんもそうですね。ホリコトネちゃん。ゴッチャンももう2位ですから、もう決まりですからね。まあ、リランキングはもう全然関係ない。もう優勝での、優勝っていうのを目指す感じですかね。優勝を逃したからね、この間ね。はい。もうシードももう、あの、確定とは言わないけれども、もう大丈夫かなという感じですね。神谷スラちゃんさ。 私、この間、の、インドアレッスン、大月謝払ってますのでね、あの行ってきたって、この間言いましたけど、まあ、その動画出してませんけれども、あの、神谷空ちゃんのね、真似してね、あのオーバースイングで打ったら、確かにヘッドスピードは上がったけど、体を痛めたっていう話を前にしましたけどね。やっぱり振り切るっていうのは大事だと思いますね。 飛距離アップの動画いろいろ見てね、あの、神は空ちゃんの真似してみようとか言ってふざけてやってたんですけどね、やっぱり振るのは、やっぱりね、大事だと思います。あの、アマチュアでもね。やっぱり当てに行っちゃうでしょ。まあ、年齢を重ねた人ほど、やっぱり芯で捉えたいっていうのが先に来ちゃって、当てに行くんだよね。振り切るのを忘れちゃうんですよ。やっぱり振り切った方がいいですよね。もう何が何でも振り切った方がいいと。 あの、マンブリゴルフ部っていうチャンネル知ってますマンブリゴルフチャンあの、マンブリゴルフ部っていうチャンネルがあるんですよ。あのー、リー・トモコさんっていう方がね、あのー、やってる、まあ、ドラコン選手ですけどね、あの、管理女子でも300ヤードっていう企画を組んでね、やってるんですよ、今ね。はい。まあ、この人の喋り方が独特でね、はい。まあ、この、 人の,あの言ってることを、まあ、確かにと。あの、あれなんですよ。まあ、最初に振ること、もうヘッドスピードを上げることを先にやってから、後で方向性を、あの、正確性を正すっていうかね。そっちを求めていった方が、あの、飛距離も出て、あの、いい球が打てるようになるよっていう話をしてたんですけどね。もう喋り方が、 面白いんですよ。あの、いつもモノマネしちゃうんですけど、ね、見ながらね。やっぱり、この、クラブを振ることが、とか、ね、<laughs> こういう感じの <laughs>、こんな感じの喋り方 <laughs>。はい。ちょっと、マンブリゴルフ部、あの、見た方はね、あの、似てるなと思った方はコメントください <laughs>。いつも,も、もう、なんかモノマネしちゃうんでよね、この、リー・トもこさんのね。まあ、それはいいんですけどね。はい。 そして、尾関あみゆちゃんですね。あみゆちゃん。あの、おととし、初優勝してね、そっから優勝はないんですけども、優勝した時って、あれ、川崎春花ちゃんが初優勝した次の週だったんですよね。川崎春花ちゃんが、いきなり、あの、メジャー優勝しました。あの時ね。で、その翌週に優勝したでしょう。だから、今、川崎春花ちゃん2連勝中じゃないですか。 ね二週連続優勝中ですから、三週連続あるかっていうところなので、もしここで小関アミューちゃんが優勝するとなると、この成立、あの、この内容が成立またしちゃうんですね。小関アミューちゃんは必ず川崎春香の優勝した次の週に優勝するっていうね、そういうふうになるんで、ちょっとあの、注目していきたいなと思いますね。 あと心配なのが佐藤美宇ちゃんですね。5週連続予選落ちからね、前回は35位タイ。この35位が今年最上位なんですよ。今年の最上位が35位なんですよ。でも何かこの時に掴んだものがあるんであれば、ボンと行くかなとかっていうのは感じておりますね。はい。 まあ、ニトリの社員の方たちも応援にし、しに来るんじゃないですか。まあ、調子悪いから。みゆちゃん頑張ってっつってね。<laughs> 来てくれると嬉しいでしょうね。はい。そして、私が一番推している選手、第8組、山田沙穂ちゃんです。山田沙穂ちゃんが来ました。もう、あの、知らない方はね、 いや、なんでシード選手にこんな順位のね、下っ端の人が、が入るんだよとかっていう人ね、知らない方は言う方、言う方多いと思うんですけどね。7、8、9は、まあ、北海道の選手を入れてあるっていうことで、まあ、北海道メイジカップですからね。まあ、藤田光選手も、まあ、そんなにこう、ね、順位は上ではないですし、他の2人に比べればね、シード選手に挟まれております。で、山田沙穂ちゃんですね。 天本春子ちゃん、佐々木翔子ちゃんと一緒になりました。で、第9組は、吉本心音ちゃんですね。はい。まあ、北海道のね、あの、厚生高校っていう、あの、北海道の名門があるんですけどもね。この、山田佐穂ちゃんの、一個下の後輩が、吉本心音ちゃんです。なのに、吉本心音ちゃんのが、早く受かってしまったと。ね、プロテストね。 だからあの、今回ね、北海道だから来てませんけどね、菅沼奈々ちゃんと同期ですね。まあ、渋子ちゃんとも同期です、もちろんね。菅沼奈々ちゃんと渋子ちゃん同期ですから、まあ、同じ吉本コネちゃんもし、あの、渋子ちゃんと同期っていうことですね。はい。で、ペソンちゃんもね、この大会、2019年に優勝してますけど、これはこの大会が初優勝なんですよね。で、初優勝結構ね、 いるので、もしかしたらここで初優勝出るかもしれないかなっていうのはありますよね。そして次行ってみましょう。次のページですね。第10組から。まあ、薄い麗華ちゃん、レイチェルと桑木翔ちゃん、この二人、今年初優勝した二人が同じ組になりましたけどね。そこにベテランアナイララ選手が入ってきましたけど、第11組が粋だなと思ったんですよ。岩井姉妹と そして同い年の佐久間朱里ちゃんを同じペアリングにしたっていうのはね、なかなか粋だなと思いましたね。同い年、しかも同期。ねまあ、プロテスト受かった時は佐久間朱里ちゃんがトップ通過でね、一番もう、あのー、上で受かって、秋江ちゃんや千里ちゃんを上回ってたんですけども、 もう5勝6勝するような選手になって、まだ佐久間周一ちゃん1勝もできずっていう、もがき苦しんでる時期がありますけどもね。まあでも、優勝するもう、あの力は持ってる選手ですからね。まあ、あとは自分にこう、運が向いてくるのを待つだけかな、というふうに私は思っていますけどね。パターが入れば優勝するでしょう、簡単にね。ぶっちぎりで優勝する力も持ってると思いますよ。パターさえ入ればね。 ショット力はもうピカイチですよね。はい。なかなかいいもの持ってると思うんですけどね。そして、川本結角下も、まあ、リランキングはもう1位ですからね。で、優勝も何もしてない、えー、川本結角果が12位ですからね。メルセデスランク。すごいでしょう。まあ、優勝してる薄い麗華ちゃんよりもはるかに上というね。<laughs> まあ、そういうことですよ。桑木志保ちゃんが11位。その次が、あの、川本優格家ですからね。12位ですからね。はい。まあ、そういうことですよ。どれだけこう、常に上位にいるかっていうことですよね。まあ、いつ優勝してもおかしくないんじゃないですかね。はい。久しぶりの優勝なるかですね。そして、先ほど言ったように、川崎春香ちゃん、3週連続優勝なるかっていう感じですけどね。 概要欄に貼っときますけども、あの、インスタでね、あの、JLPGA のインスタの方で紹介されている、あの、無料性格判断テストであの出された結果、まあ、この選手はこういう、あの、部類ですよ、と。16種類にこう分類される性格判断テストがあるんですよ。それね、私と全く同じだったのが川崎春香ちゃんでしたね。 ああ、性格的に私と似てるんだと、思いましたね。その内面は、表に出てる面じゃなくてね、この内面というかね、自分でこう自己分析したときにあ、私はこういうタイプ、私はこういうタイプで、質問にどんどん答えていくと、あの、16種類に分類されるどれかに当てはまるっていうことでね、あの結果が出るんですけど、それが全く同じだったのでね、私と川崎遥ちゃんは似てるっていうことなんでしょう、多分ね。<laughs> はい。 まあ、三週連続優勝も、あの、あり得るかなと思いますね。そして、その、二週連続優勝している最中の川崎春ちゃん。まあ、四勝ですよね、これでね。四勝しました。一昨年二勝。去年はできなかったけど、今年で二連勝して、で、四勝。で、武田理央ちゃんは、今年初優勝からの三勝ですよね。 そして、今、メルセデスランク2位と、一回も優勝してない山下美宇ちゃんが、やっぱりメジャー大会で頑張ったっていうのもあって、逆転してね、トップに立っておりますけども。まあ、オリンピック頑張ってほしいけどね、山美ね。まあ、武田梨央ちゃんはこっちでね、まあ、女王を目指して頑張るんじゃないかなと。ね、鬼の犬間にね。<laughs> オリンピックはね、 ポイントとかね、入らないから、このメルセデスランクにはね、関係ないですから。まあ、それでもね、メダル取ったら、まあ、複数年シードもらえたりとか、いろんな特典がもらえると思うんですけどね。それと、一旦、左膝の怪我もあってか、シード落ちしてからね、去年シード落ちして、で、QT から出なければいけないっていうことで、だったんだけど、QT でも、 あの、崩さずに上位に来て、で、ま、試合に出続けてね。そして今、ようやくメルセデスランクも50位以内に。ま、50位以内になかなか入ってくるとこまで行ってなかったんだけど、ようやくこの順位で、あの、プレイできる位置に入ってきましたよね。三ヶ島かなちゃん。かわいいかわいい。かなちゃんが、なんとかね、頑張ってくれることを願っておりますね。ま、あ優勝しちゃえばいいんじゃないの <laughs> それと、やはり、まさだ夢のちゃんですね。かわいい。かわいい。<laughs> ほんとかわいいね。この子はほんとかわいいですね。まあ、あの、アルバ TV とかでね、あの、いろんな動画出してくれてますけどね。まあ、そちらどんな子かなっていう感じのことしか把握してないって方はね。 あの、マサダユメロちゃん、どういう子かっていうのはね、そちら見ていただければ、ああ、なるほどねっていうふうに思っていただけると思いますね。同じ北海道のことこちゃんと同じ組になりました。もう一人ね、北海道で固めて欲しかったかなっていうのはちょっとあります。まあ、昼旅もね、素晴らしい選手ですけどもね。はい。どういう感じになるのかなと。で、第15組に久々だね、アンちゃん。 アンソンジュが戻ってきましたよ。あの、アナイララ選手と同い年なんだよね。<laughs> アンソンジュってね。まあ、シンジエ選手の一個上ですよ。はい。で、まあ、ああれですね。あの、日本で4回もう賞金女王になってる選手っていうのはもうご存知だと思うんですけども、2020年にね、まあ、コロナで入国できなかったのね。まあ、そっから、 あのー、双子を妊娠して3級に入りましたよね。まあ、シード持ってたのでね。だからまあ、シード復帰しますよ、と。あのー、シード復帰というか、あのー、復帰しますよっていうね。3級開けたのでね、復帰しますよっていうことでね。あのー、できたんですけども、まだちょっとね、まあ、韓国ツアーの方に出ようっていうことでね。まあ、子育てもあるから、もうちょっとね、 子供と一緒にいる時間をっていうことだったと思うんですよ。2021年の4月に出産して、もう11月には、同じ年の11月にはもう韓国ツアー復帰してますからね。まだ韓国ツアー出てるけども優勝はまだないけどね。まあ、去年で最高2位かな。惜しい試合もあったそうですけどね。まあ、今年に入ってからでは5位タイっていうのが最高ですけどね。わー、痩せたね。 痩せた。アンソンジュ、痩せましたよ。あの、観戦に行かれる方とか、多分テレビにも、あの、ユーネクストとかにも映ってくると思います。痩せました。ねあの、フォンシャンシャンほどではないけどね。いや、でも痩せましたね。はい。いや、いい,いですよ。あの、痩せたアンソンジュもね、いいんじゃないですかね。 やっぱり太ってた方が強いのかなあの、スイングは安定するんですかねわかんないんですけど。まあ、復帰してからはそれほど活躍はしていないというのが、まあの、今のところの情報ですけどね。わかんないですよね。日本に帰ってきたら、いきなり <laughs> 優勝したりなんかしてね。はい。まあ、それは勘弁していただきたいなと。<laughs> ご遠慮願いたいなと思いますけどね。三菱の時にね、この安倍美と、 ひなちゃん、あ,あの、荒垣ひなちゃんと、ここにね、しぶこちゃんが入ってたんですよね。あべみ、荒垣ひなちゃん、しぶこちゃん、あの、三菱電機レディース、おととしのね、最終日の時に、この三人だったんですよ。私見に行ったんでね。だけど、この時ね、あべみがちょっとかわいそうだったんだよね。トリプルボギーとかも前半であって、で、8番のパー3でね、 プラス5を叩いてたんですよね。バンカー行ったり来たりしてね。いやー、ちょっとかわいそう。し、ま、ぼ、あ、こちゃんを見に来たんだけれども、安部みもね、ちょっとね、同じ北海道だし、頑張ってほしいなと私は思ってたんですけど、ちょっとかわいそうなぐらいの、あの、バンカー行ったり来たりのね、ちょっと苦しい、あの、8番ホール。まあ、そっから後はね、結構バーディー取ってたんですけど、盛り返したんですけどね。いやー、あの、プラス5の呼び方知ってます プラス5。一ホールでプラス5。あの、これ何て言うかっていうと、クイントゥープルボギーというそうです。まあ、使ったことないよね、こんなの。<laughs> クイントゥープルボギーというらしいですけどね。まあ、それはいいとして。で、あの時さ、まあ、その三菱電機レディース最終日のベストスコアがサクちゃんだったんですよ。5アンダー。で、2番目がしぶこちゃんだったんですよ。4アンダーで。 いやー、やっぱすごいなと、思いましたね。はい。というわけではないんだろうけども、まあ、あのー、北海道明治カップ主催者の方々、やっぱこの感じになったかと思いましたね。第17組、黄金世代で固めてきました。渋子ちゃんと、さくちゃんと、吉本ひかるちゃんの、この3人ですね。 まあ、サクちゃんをね、まあ、去年は2日目に伸ばせず、でも最終日、ね、あの、序盤でトップに並んだんだけどね、一旦。だけど、14番のパー3での痛恨のダボが痛かったんですよね。手前のラフに落ちて、アプローチ2.5メーターぐらいオーバーしちゃってね、ワンピンぐらいオーバーしちゃったんですけど、そっからの3パッドでね。いやー、残念でしたね、去年は。サクちゃんもう少しで優勝まで、 届くかなという感じでししたけどねぶ子ちゃんはちょっとリラックスしながらねまあこの優勝とかもそんなこうねあのもうなんかこう目を吊り上げてね優勝するぞみたいな感じではなくていいからほんあの本ちゃんはやっぱりね前衛に向けてね頑張っていただきたいなっていうのはあるのでまああのほっといても頑張る子だからね あの、抑えながら、ね、あの、ちょっとね、頑張りすぎないとね、疲れをためずに、あの、行ってほしいかなと思いますね。はい、黄金世代の吉本ひかるちゃんと、さくちゃんと、しぶこちゃんが同じ組ということになりました。で、そろそろ来そうなのが、その前の16組、菊池、エリカ姫がそろそろ来るかなという感じの、あの、存在ですよね。やっぱり北海道だしね。 そして18組が、あのー、一番ホールからスタートする選手たちの最終組になりますね。森田はるかちゃん、そしてイーミニオン。で、鈴木愛ちゃんですね。鈴木愛ちゃんがディフェンディングチャンピオンですね。で、おととし2022年のチャンピオンが E ミニオンですね。もう先ほどね、桜井心コ奈コちゃんの話の時に言いましたけど。で、 まあコロナでね、2020年21年は中止になりましたけども、その前の2019年がペソンちゃんですね。だからペソンちゃん入るかなと思ってたんですけど、2017年ですね、初優勝した森田遥ちゃんがここに入りましたね。はい。で、その次ですね、あとでまああの、放送、テレビ放送とかネット配信とかの時間とか日程をお話ししますけどもね。 あとで言います。で、その次ですね、10番ホールからスタートする選手たち。はい。宮沢美咲ちゃん、MM ちゃんがね、そろそろ来てくれないとね、メルセデスランク、また、あの、順シードで終わってしまいますよ。ね、美咲ち頑張ってくれ。<laughs> もう北海道の子なのでね、もうぜひ、もう頑張ってほしいなと思ってるわけですよ。そして、成沢由美選手も、 まあ何度も言うけどね、渋子ちゃんの一個上の先輩、岡山の朔陽高校時代のね、先輩です。はい、成沢歩夢選手がエース。で、渋子ちゃんと一緒に出た団体戦で、高校の時に、ね、成沢歩夢選手が3年生の時、まあ、その時エースだったんですよ。その時にまあ全国優勝も果たしているという朔陽高校時代の成沢歩夢選手ですけどね。 先ほど出てたあのペソンちゃんからね、まあショットのリズムがいいということで、ちょっと苦しかった中でありましたけれども、あの、プロテスト受ける前にね、もうダメかなと思ったけど、このペソンちゃんの言葉でね、まあもっと頑張ろうということで、気持ち、メンタルがこう持ち直したんじゃないですか。まあその後、プロテスト受かってね。しぶこちゃんもね、ダリサ・選手が、 ステップでこの間優勝した時には何か連絡あったんじゃないですかね。わかんないですけど。はい。ちょっとね、頑張ってほしいなと思いますね。そしてアマチュアプロテストに向けて調整中でしょう。ムグルマひなのちゃんですね。今年は受かるでしょう。と、ずっと言い続けておりますけどね。まあ、頑張りましょうという感じですね。<laughs> 頑張りましょうというかね。 まあ、岩井姉妹と同い年ですからね。この世代がまた入ってくると強くなるかなと、ね、思いますけども。はい。そしてね、宮田成はちゃんはね、まあ、インスタの JLPGN の方に出てましたけどね。まあ、先ほど川崎春かちゃんの時に言った、あの、概要欄にね、貼っときますけども、もうあの、無料性格判断テストの結果によって、こういうことを こういうことが起こった時にどうしますかとかね。そういう質問を選手に投げかけて、それがインスタにアップされていたんですけども。宮田なるはちゃんも私と同じあの性格なんだなと。同じ種類だ。16種類に分かれるんですけども、その中の一つが私と同じだったんですよ。全く一緒でした。 なので、宮田ルハちゃんっても、こう、ちょっと性格的には似てるのかなという感じのところがありますね。ちょっと同じ選手だとね、応援したくなっちゃいますね。より、より一層ね。はい。それから、まあ、右側行って、ちょっとね、なぜかね、大井出ずきちゃんがギャラリープラザにいるっていうのを、いつも想像してしまうんですよね。 観戦に行って、ギャラリープラザでなんかこう、ご飯を食べようとなった時に、ちょっとギャラリープラザはちょっと撮影して、撮影したりとかもね、あの、OK だと思うんですけども、そこでね、ちょっとね、ライブ配信をしようかな、なんていうのをこう思い浮かべながらね、あの、いたら、 目の前においでみずきちゃんがいるみたいなシチュエーションをね、思い浮かべていたんですね。に、ニヤニヤしちゃったんですけどね、勝手にね。はい。まあそういうこともあるのか、みたいなね。ギャラリープラザにも来るでしょ、選手ね。まあ、あの、試合中には、あの、時間がなくて来れないと思いますけどね。練習ラウンドとか、試合前とか、来る選手いるんじゃないかなと。なんか食べたいとかね。 <laughs> そういう方もいるんじゃないかなと思うんでね。ちょっとギャラリープラザでもこうちょっと選手がいないかなっていうのをね。まあもちろんドライビングレンジにはいるけども、そういったところにポッと現れるかもしれないとね。ちょっと間隔が空いちゃったりね。まあ9ホール終わって次の9ホールに行くときにね、ちょっと前が詰まってて待たなきゃいけないっていう時に来るかもしれないですよね。はい。そしてなんだかエロい竹内美幸ちゃんも、 ちょっと、もうちょっと上げておかないと、あれですね、69位だとね、50位以内に目指して頑張ってほしいなと思いますね。一発逆転ね上位に来れば、ね、サロンパスカットみたいにな、あの感じでね、あの、4日間大会とかで、あの、上位に来るとね、いきなりボンと、あの、ランキングも上がってきますからね、頑張ってほしいなと思いますね。そしてね、ソンガウンが、 久しぶりに来ましたね。日本では4試合しかまだこれまで出てないんですよ。で、今ずっと韓国ツアーに出てましたけど。韓国ツアーでもね、ベスト10が1回だけっていう。まあ、この子かなりやるなっていう感じはしてたんですけどね。まあ、レギュラーツアーの方で2勝もしてる選手ですから。まあ、それなりの、あの、実力のある選手がプロテスト去年受かってっていう感じだったんですけどね。 まあ、たった4試合でこの順位ですからね。<laughs> まあ、ちょ、ちょっと頑張れば、シード権、取れちゃうよねっていう、そ、そんな感じの勢いですよね。まあ、どういうふうに、あの、出場するのかっていうのはちょっとわからないですけどね。韓国の選手の、この、なんていうのあの、プロフィール写真とかさ、あれは、あの写真の修正技術ってすごいよね。<laughs> いつもながら思うんだけど、やっぱりね、美の国っていうかね、ソンガウンの、あの、スチール写真、写真みたいなのね、検索したら出てきますよ。めちゃくちゃ可愛いんだよね <laughs>。めちゃくちゃ可愛く撮れてんだよね。韓国選手ってみんな可愛く撮るよね。あの写真の技術、ね、まあ修正してんだろうけどさ、すごいんだよね。もうほんと。 あれは、もう、おみそれしましたっていう感じですよね。めちゃくちゃ可愛く撮れてますよ。はい。そして、泉田琴選手は、まあ、連戦ですけどね。カストローリンも出てましたし、まあ、成沢由美選手もそうだけど、カストローリンも、あの、ステップアップツアーね。ステップアップツアーの方にも出てたし、まあ、連戦となりますけれどもね。まあ、こちらでは、もうちょっと頑張らないとね。まあ、悪くても70位以内に入っとかないと、 QT 最終から出れませんからね。もう、ファーストから出るとなるとかなりきついよね。なので、まあ、70位以内に入っていれば、QT 最終ステージから出られます。なので、ちょっと順位の悪い選手は最低そこを目指さないとという感じでしょうね。はい。そして、こちら最後になりますけども、 私はもうちょっと上に行くんじゃないかとずっと予想していたウーちゃんがなかなか上がってこないというね。まあ、メルセデスランクも60位付近をね、行ったり来たりしていたんですけども。もうちょっと上がって、まあ、この時期にはね、あの、シード圏内にずっと入ってくるような選手と私はもう見てたんですけどね。なかなか上がってこないのはちょっと予想外だったかなと思いますけどね。 で、菅風花ちゃんは、ちょっとね、ニトリが目つけたのでね、所属になりましたから、まあ上位目指してね、去年受かった選手の中では一番、あの、上位につけてる選手かなとは思いますけどもね、高木優奈ちゃんの方が上だけど、やっぱ高木優奈ちゃんはね、あの32組にいますけどね、高木優奈ちゃんはね、もう新人じゃないよ。ほんと。風格がね、もう新人じゃないです。うん、なんて言うかな。 もう、あのー、プロテストを受かってない選手は QT 受けられませんよっていうふうになってから、あのー、もう、だいぶ経ちますけど、その前から出てて、で、QT、あの、出てね、で、ステップアップツアーに出て、で、ステップアップツアー一回優勝してる選手ですから、もう、新人とは言えないような感じですけどね。インスタの方で言ってましたね、高木ゆ奈なちゃん。ちょっと珍しいタイプの子かもしれない。 あの、宿題はどういうふうにしますかと、学生時代どういうふうにしてましたかで、先に全部終わらしちゃうタイプで、全部終わらして遊びたいタイプですと言ってたんだけど、どうですかね宿題先に終わらせるっていうタイプの方が少なくないですか圧倒的に。もうギリギリまでやらないっていう人の方が多いでしょう。もう人間なんて怠惰な生き物ですから。 もう、ずるずる、ずるずる、まだ大丈夫、まだ大丈夫。うわあちょっとね、日が迫ってきたな、ってので、そろそろやらないと、っていう感じでね。あのー、お尻に火がついていやあの、腰を上げるみたいなタイプの人が多いんじゃないかなとは思いますけどね。私はね、前日にやってましたね、全部。<laughs> 全部前日でしたね。やべえっつってて、ね、ずっと遊びまくって、やべえって言ってね、最後にやるって。前日に。 でもう親父からぶん殴られるって、宿題やれ,やれって言ってね。その時だけですよね。さすがに。もう、勉強しなかった親父が勉強のことを言う,言うのはね、その時だけですね。普段勉強しなさいって一言も言われたことないです。だって、うちの親父、勉強できないから。<laughs> 中卒だし、高校入れなかったし、バカだから。<laughs> はあ 俺みたいになるなよと。大変だから俺みたいになるなと。勉強して頭を使う仕事をした方が楽だよと言われて、ごもっともですって言って自分で勉強するっていうふうに、まあ、反勉強師としてね、あの、素晴らしいお,お手本がいましたのでね。でそこまで一生懸命勉強しなかったけどね。まあそこそこやりましたけどね。まあそれはいいとして。まあでも珍しいよね。 います宿題先に終わらせるっていうタイプの人。圧倒的に少ないと思うんだけどな。はい。それはいいとして、あの、吉田ルミ、ルミ、ルミルミちゃんがね、ルミルミちゃんっていうか、ルミちゃんが、インスタ、さっき見たら、あの、アンソンジュとツーショット映ってました、ね。お久しぶりみたいな感じのね。あの写真見てもやっぱり痩せたよね。ほんと痩せた。ね。昔のアンソンジュじゃないです。はい。細いです。 まあ、あのー、フォンシャンシャンほど痩せてはいないけど、でも、ほっそりしましたね。昔のアンソンジュではないですよ。はい。関ユーティンちゃんがなかなか上がってこないのはどうしてなんだろうと、ちょっとね、会ってお話ししたいですよね。<laughs> どうしちゃったのとかって。どうしちゃったのって言っても、私にはわかりませんって。どうしたらいいんですかねって,って逆に聞かれちゃうかもしれないけどね。はい。まあ、そんな話する暇はないだろうけどね。 そんな時間はね、人気選手ですから、そんな時間はね、与えられないでしょうけどね。まあ、それはいいとしてね、関ゆうてんちゃん。まあ、今年、ゆうりちゃん、多分、受かってくれると思うのでね、姉妹で頑張って、あの、プロで頑張ってほしいなと、二人でね。前、ゆうりちゃんがキャディをやってね、妹の関ゆうりちゃんがキャディをやって、 あの、ツアー出てたっていうのはありましたけど、やっぱりもう二人ともプレイヤーとしてね、一緒に、一緒の組とかになってね、頑張ってほしいかなと思いますよね。はい。そしてね、右側、吉沢ゆずきちゃんが、まあ、QT 上位に行って、前半戦はレギュラーツアーでずっと出てたんですけど、ずーっと予選落ちでね、で、最後の日例でやっと予選通過した。で、後半にまあ、 あの、アース・モンダミとかね、出れる試合はあったんだけど、レギュラーでは、まあ2試合予選落ちで。だけど、ステップアップツアーに出たら、あの、2試合出たんですけど、ね、今まで2試合出てますけど、ステップアップツアーでは2位と6位なんですよ。しかも2試合とも最終日、最終組に入ってるんですよ。あれどうしちゃったのっていう感じですけどね。まあ、実力はあるっていうことはわかりますね。 いくらステップとはいえね、やっぱり実力がないと上には行けないですよ。いろんな選手いるし、たまたまレギュラーステップ、あの、予選落ちして、予選落ちじゃなくて、あの、シード落ちしてしまってね。で、仕方なく、こう、QT も失敗してしまって、ステップで出ざるを得ないっていう選手でも、もともと実力のある選手っていうのもゴロゴロいますからね。なかなかステップでも上位に行くって難しいですよね。 それで、2試合続けて最終日最終組っていうのは、惜しくもね、まあ最初のその2位の時は、あの、プレイオフで負けたんですよね。レナゴンにね。プレイオフって言っても、その前の本チャンの時に最終ホールでね、バーディーパット外しちゃったんですよね。それ、バーディーチャンスにつけてですよ。で、それで、まあ、あの、優勝を逃してね。で、プレイオフに入ってから負けちゃったと。 で、選手のカストロールもそうですよ。あの、最終日最終組。山本慶子選手が優勝しましたけど、山本選手と同じ11アンダーでスタートして、スコアを落としてしまっての優勝を逃しということでね。だから、まあ、この子も、ね、まあ、麗卓高校ですけどね。まあ、ウェルネス大学だから、まあ、モネちゃんとか、吉田ゆりちゃんとかね、いますけども、そういった選手、まあ、 同じ学校の先輩後輩みたいな感じの選手はいっぱいいますけどね。この間、神谷空ちゃんとね、インスタに出てましたね。JLPGA の方だったかな。まあ、神谷空ちゃん、は飛ぶ選手じゃないですか。で吉沢ゆずきちゃんが、あの、ダイヤモンド世代なのでね。いやー、同い年の子みんな飛ばすんですよ、とか言ってね、言ってた。もう、漏らしてましたね。 おしっこじゃないですよ。あのー、愚痴をこぼしてたっていうことですけどね <laughs>。まあ、それはいいんですけどね。まあまあ、ウェイティング1、2と書いてありますからね。まだ決まってない選手はいるんですけども。どうかなーと思ってね。まあ、このウェイティング、誰に来るのか。ちょっとね、まあ、あのー、埋まったら、あのー、またお知らせしますけれどもね。どうなるのか。出場予定選手。 あの、ちょっとね、楽しみですね。まあ、末ちゃんとかね、末ゆいかちゃんとか、あの、辻りえちゃんとかね、あと森あやめちゃんとか、あとベイブリュー選手とかね、その辺がもう登録さえしていれば、まあ、降りてくるだろうなという感じですよね。まあ、登録してなかったら、あのそのままこれで行くんでしょうけどね、そんな感じです。 で、最後になりますけど、リー・ハナちゃんがここなんだよね。この意図がちょっとわからないんだけれども、なんでここなのと。もうちょっとなんかこう、いい選手とこう固まって出るところに入ってないのかなと、まあ。メルセデスランク29位の選手がここってのはちょっと不思議だなと思いましたけどね。まあ、あの、シード選手はシード選手で固めるんですよ。大体普通はね。 で、そうじゃない、あぶれちゃった選手とは、いえ、ね、そう、そういう、なんかこう、結構上位の選手、リランキングをもう、あの、心配ないっていうぐらいの上位の選手を組まされることが多いと思うんですけども、なんでここなんだろうなと。その意図が知りたいなと思いましたけどね。で、放送の方なんですけど、地上波。 まあ、北海道のチャンネル、UHB ってチャンネルがあるんですけどね。まあ、そちらで、金曜日、土曜日、ライブ配信。まあ、ちょっと1時間、2時間ですけどね。あと、富士テレビの方で、録画ですけどね。日曜日、夕方放送してくれますよ。もう終わってからね、録画したいやつを放送しますね。あと、BS 富士の方で、富士テレビなので、系列なので、まあ、BS 富士の方ではライブやりますけど、こちらも、1時間、2時間。 ですね。まあ、もう約、あのー、2時間っていう。まあ、日曜日の最終日が11時から12時までっていうね、たった1時間なんですよね。これが何とも言えないっていうかね。で、CS 放送も、まあ、あの、富士テレビの1ね。まあ、ライブやりますけどね。やっぱり1時間とか2時間ですね。やっぱりインターネット配信見ないと損ですね。やっぱり。 ダゾンとかユーネクストは金土日もちろんやります。で、初日金曜日は9時半スタートですね。9時半から15時半までライブ配信です。ということは、これ見てください。9時半ということは、マサダユメのちゃんですね。でもこのマサダユメのちゃんのところから追っかけて、で、まあ1番2番を映しながら、 それで17番ホールを待つという感じでしょうかね。まあ18番の最終組を移していくんでしょうけども、ね、建前でね。<laughs> 建前で。やっぱりみんな見たがるのは17番ホールでしょあず、17番、第17組でしょどう考えたってそうだよね。北海道だし、サクちゃんが、そしてしぶこちゃんがいる組に、 絶対ここを見たいよねってなるのはもう誰が考えてもそうでしょう。だからここ中心だと思いますね。まあ映す、映すでしょうけどね。18組も。その前の16組もね。まあエリカ姫がいるからね。多分映すと思いますね。なので、まあ金曜日はそういう感じになるかなと。なので私はね、仕事があるので行かないで、こちらを映像で見てから出発しようかなと思っておりますね。 で、土曜日、日曜日、どんな順位になるか。3日間大会ですから、土曜日、2日目は、その順位によってメンバーが入れ替わりますね。同じ組になる選手、入れ替わります。だからどういう風になるかな。好きな選手が固まってくれればいいなと、もう切に願っておりますね。はい。で、AI の優勝予想、行ってみましょう。AI にまた聞いてみましたね。AI、今度は、 まあ、あのー、あまりこう、細かい情報を入れずにね、ちょっと優勝させてみた、あの、予想させてみたんですよ。10人あげてください。っていうことで、上げた10人がこちらです。はい。今までのデータが蓄積しているのでね、やっぱりしぶこちゃんを入れてきました。トップでね。しぶこちゃん、さくちゃん、そして岩井姉妹。 で、高橋さやかちゃんに新次ジ選手。そして吉本コ,コネちゃんもね、やっぱり北海道っていうことで入れたのかなわかんないですけど。で、川岸文香選手に川本由衣かか。そして上田桃子ちゃんを入れてくれましたね。はい。で、私の優勝予想も、あの、おまけでね、入れておきますけども。ちょっとね、あの、好きな選手とか、応援してる選手とか、 あとはもう優勝させてあげたいな、みたいな選手っていう感じではなくて、直感でね、本当に当てに行くとしたら誰来るだろうっていうことでちょっと考えてみた場合、この10人をあの選びました。はい。しぶこちゃん、さくちゃんはまあ AI と一緒ですよね。まあこれはもうどうしても外せないというね。これで外すようだったらまあファンじゃねえよって感じですけどね。そして、 同じ、同じ性格をしている。川崎遥香ちゃんが3連勝なるかっていうことですね。それぐらいの力を見せて、28アンダーすごいね、で終わらしてしまうのか。あ、やっぱり簡単な、あの、セッティングとはいえね。やっぱりこの調子の良さと、あの、実力でもぎ取った28アンダーだったんだな。 っていうのを証明してほしいっていうのもありますね。簡単だったからでしょっていう感じで言われておしまいになっちゃいそうなんですよ。このままだと。なので、それをこう覆してね。あ、やっぱり強いな、この子。っていうふうに思わせる内容になっていくのか。っていう感じですかね。それと、久しぶりにペソンちゃんが来るかという感じですかね。2019年からね、 三勝目が来ない感じなんですけどね。もう5年目か。5年優勝してないっていうのはね。まあ、あの、2019年の最終試合ですね。あの、リコーカップで優勝したから、あの、シード落ちしたとって、あの、複数年シードがあるからね。まあ、心配はないんですけどね。やっぱこれだけ優勝から遠ざかってるとはやっぱりね、ちょっとね、シード取ってる選手とはね、 ずっとシードを取り続けてる選手とはいえね。やっぱ優勝ないっていうのは、こう、本人としては納得いってないかなと思いますけどね。そして、復活の桜井コ,コナちゃん。そして、そろそろ来そうだって言ってた、菊池恵里香姫。それと、私と同じ性格の宮田なるはちゃんとね。そして、なんか、なんか、あの、ギャラリープラザに、あの、いるところを想像してしまう大井出ずきちゃんが、いきなり優勝。 っていうのと、あと、ね、引退してスリムになったらめちゃくちゃ可愛くなりそうな小林美月ちゃんですね。<laughs> まあ、それは <laughs>、まあ、言い過ぎだけどね。まあ、まあ、今の段階でもね、まあ、目がまクリクリしてて可愛らしいじゃないですかね。そして、MM ちゃん、宮沢美咲ちゃんが、ここらで一発ね。去年のミネベア三つみみたいにもう優勝争いっていうところまでね、 言ったのをもう一回ちょっとやってほしいなと思いますね。そういう今週ね、あの、そういった意味で、勝利の女神が微笑んでね、祝福が与えられるのは誰かな、ということを考えたときにですね、昔ね、あの、孔子という人がこういう言葉を残したんですよ。孔子はわかりますよね。 どんな言葉か、あの、わかる方いますかねあの、知ってる人いますでしょうかこういう言葉なんですよ。祝福が欲しいのなら、悲しみを知り、一人で泣きましょう。そして、輝く、ウルトラソウルっていうね <laughs>。あの、 ビーズの稲葉講子の言葉ですね。<laughs> ウルトラソウルっていう曲、曲ですよ。わ <laughs> かる方だけわかってくれればいいですね。はい。<laughs> 20年前の曲になったね。これもうね、すでにね。あの曲もう20年前か、と。不死身々思ってしまいましたけどね。<laughs> はい。<laughs> まあ、ビーズを知らない方は検索してください。あの,ーあの、あんまりこうね、 あの、もっと昔の曲しか知らないとね、そういうところで曲は、あの、好きな曲っていうのはとどまってしまっているっていう方は、あの、検索してくれればわかりますね。はい。世界水泳の主題歌だっけテーマ曲だっけそんな感じでしたよね。はい。祝福が欲しいのなら、っていう。 悲しみを知り一人で泣きましょう。そして輝くウルトラソウルってやつですね <laughs>。懐かしい <laughs>。そう、懐かしいね、ウルトラソウルね。はい。中国の講師と思った方、すいません。<laughs> はい。ということでね。まあ、ちょっと調整しながら宿があるかどうか調べながら。 だ、私を止めてくれるっていう方はね、あの、ぜひ申し出てください。<laughs> まあでもね、あの、ホテル取りますけどね。ちょっと、あの、これから調べてみたいなと思いますのでね。はい、しぶこちゃんとさくちゃん、みたいですね。このチャンネルでは、こうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、 本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、百、まあ、切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよって方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見て、 いただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた